この曲からです。この頃からラジオの深夜放送が盛んなり、ヤング向けの歌が毎晩流れるようになりました。私たちは夜遅くまでそれを聴きながら、いろんな世界を想像して楽しみました。天使の誘惑、真由美純さんです。好きなのにあの人はいない、話し相手は涙だけなの、幸せはオレンジ色の雲の流れに流れて消えた、私の唇あの日のことは恋の意味さえ知らずにいたの、砂浜で泣き真似すると優しい声が流れてくるの、思い出はオレンジ色の雲の彼方に浮かんでいるの、私の唇に人差し指で諦めたい人、今ここにあの人がいたら、日焼けた胸に飛び込むでしょう、飛び込むでしょう、女性は男性にここまで尽くさなければいけないのだろうか。女性がどんどん強くなったと言われていた時代に生まれた衝撃的な曲でした。恋の奴隷、奥村千代さんです。あなたと果たその日から恋の奴隷になりました。あなたの膝に絡みつく子犬のように、だからいつもそばにおいてね、邪魔しないから、悪い時はどうぞ売ってね、あなたの飲みの、あなたの飲みの、女になりたい、あなたを知ったその日から恋の奴隷になりました。右と言われる右向いてとても幸せ、影のようについてゆくわ、気にしない
究極のビジュアル系といえばこの人。激しく歯切れの良い動きはあの頃と全く変わっていません。山本リンダさん、どうにも止まらない。お遊び信じちゃいけないよ、私の心はウブなのさ。いつでも楽しい夢を見て生きているのが好きなのさ。今夜は真っ赤なバラを抱き、気量のいいことをどうか。それとも優しいあの人に熱い心をあげようか。声かけて広場で誰かと一踊り、おかげで誰かとキスをして、それも今夜はいいんじゃない。弾けた花火に泡だれて、恋する気分が燃えてくる。真夏の一日カーニバル、しゃべって過ごしていいじゃない。あら蝶になる、あら花になる、恋した夜はあなた次第なの。